はい、今週の狙い馬です。サンケイスポーツ伊達です。伊達です、よろしくお願いします。まあ上海のサンスポーツフローラーステークスが終わって、まあ G1 がまた再開ということで、天皇賞春ですね。はい、注目なんでしょう。サウンズオブアースに注目してます、今のところ。まあ去年の菊花賞がレコードの2着、まあ半馬身差でしたし、まあ前走は負けたんで4着だったんですけど、日経賞、まあ久々だったし、まあもう完全に足を余したような、仕掛け遅れてたからね、ちょっと、はい、でまあ進路もなくなって、うん、まあスムーズさを欠いた内容だったんで、まあもう一回広い京都で見直せるかなという感じです、うん。ちょっと得意だしね、はい、得意な部類だしね、まあそうね、長距離適性もあるし僕はもうまだ全然注目っていう、まあ決めてないんですけどまあ気になるのはゴールドシップかなと、はい。まああの、まあ、散々京都は合わないって言ってきたんですけど、まあ今回横山典弘ジョッキーにまた戻って、まあ、正直どういう競馬を仕掛けてくるか想像もつかないので、まあでもあのこの馬を勝たせるための騎乗をしてくるんじゃないかなというところでちょっと怖いかなと、はい。今までの結果だけを見てゴールドシップは今回もあの向かないかもしれないと思うのはちょっと早計じゃないかなというね、あの印象を受けているというか、まああの阪神大賞典の後にちょっとあの内出血があって、少しおかしくなったみたいなんですけど、まあ、それもすぐ処置して、まあ、あの放牧だしね、1週間休んだ程度でね、すぐ乗り出せてますし、まあ、実際戻ってきて立冬でもあのいい動きをしてますので、まあ、とにかく元気があるのは何よりで、はい。まあ、あの馬もやる気があるなら十分チャンスはあるんじゃないかなと思ってますね。まあ、あと気になるところではどうでしょう、あの絆、まあ、骨折休養明け2戦して3着2着ですけど、そうですね、まあ、はい、あの順調に状態は上がってきてるという感じだと思うんですけど、うん、まあ去年もまあ負けたっつっても、うん、まあ、0秒1差、まあそうね、で4着で、まあでもやっぱここ2戦で3戦目でね本調子に戻ってくるかっていうところだと思うんだけどね、まあ正直、まあ、着順は上げたけども、うん、着差は離されたし、ね、負けたの、あ、任されたのは牝馬だし、前走の産経大阪杯に関しては物足りなかったかなっていうね印象は否めないかなと。まあでもね、不良馬場でもあったし、まあ休み明け初戦でね、結構頑張ってかなりの足使った反動もあったのかもしれないですからね、まあ、そのあたりは最終追い切りとか見てね判断するしかないんですけど、まあ距離がうんぬんというのはまあ置いといて、うん、まあ、京都は向くと思うんですけどね、まあ、得意だよね、はい、確かに休み明けの京都記念もキックス途中までがすごい足でしたからね、まあ、確かにそうですね、京都は向きそうな印象がありますね。まあ、あと他では、そうですね、アドマイアテウスはもうこの勢いは、うん、本物になったって感じですね、はい。ダービー以来の日経新春杯勝って、うん、日経賞もまあもう強い内容で勝って、うん、まあ、これ、ね、ボケが長距離適性ありますしね、あるね、はい、塩屋アドマイアドンなんですけど、うん、まあ距離伸びても、まあね、陣営は距離伸びた方がいいって、伸びれば伸びるほどいいっていうかね、まあ、そういうニュアンスで話してますしね、まあお兄さんのアドマイヤドバイはアドマイヤ分散区なんで、まあ、その辺りはね、まあ、見なかったことにしてまあ長距離適性は、まあ、高いのと言えるんじゃないでしょうかね、まあ、レースぶりもねあんまりかかるような印象もないですし、まあ、京都でも実際勝ってますしね、あとはまあ本当の高速決着になった時どうかっていうのもありますけど、まあ勢いがある4歳馬ですからね、まあ
成長盛りですから、はい、大丈夫じゃないでしょうかと。あと何か気になるのいますか。どうでしょうね。気になるといえばやっぱりフェノメノは、ね、そうですね、そうそうそうね、そうそう、まあ去年の秋からねもう大不振っていう感じの印象を受けるんですけど、まあ噛み合ってないっていうね、競馬も噛み合ってないのが多かったかなっていう印象はあるんですけどね。まあ本来の前につけるね競馬が実践できれば変わってくるんじゃないかなとは思うんですけど、ね、まあ去年も日経賞はあの休み明けで負けて巻き返して勝ったんで、まあやっぱり金層の成績だけ見て軽視はできないかなっていう感じではありますけどね。まあ1週前の動きもかなり行きっぷり良さそうでしたしね、まあ、安城引っ張り切りで、ね、抑えるのに苦労してるぐらいの感じには見受けられたんで、まあいい時の雰囲気には戻りつつあるのかなっていう感じでありますね。まあどうでしょう、あともうないですか。まあ、ね、去年2着のウィンバリア賞、3着のホッコーブレイブっていうあたりも、うん、そうね、まあ、ここら辺も日経賞できっちり休み明けで結果出してここに来るので、うん、まあ、去年はもう大接戦の、そうですね、まあ、どれが勝ってもおかしくなかったね、うん、ぐらいの競馬でしたからね。まあここも自分の競馬ができればってところですかね。まあ、ウィンバリア賞ってまあ前走で客室に幅が出るような競馬ができたかなと思うんですね。そうですね、まあ、あのいつもより、うん、まあ、福永ジョッキーも久々に乗ってね、まあそのまあ、手応えをつかめたんじゃないかなというところがあるんで、ね、まあ、このまま一回使った方がね、いい大型馬ですからね、まあ、楽しみは楽しみですね。まあ、正直大混戦ですね。そうですね、まあこれがっていう、まあ、菊花賞馬がいないっていうのもあります。実績、まあね、G1 勝ってる実績は、ね、まあね、まあ、キズナゴールドシップ、ね、メノメノってね、まあ、すごい馬いますけど、まあ、いかんせん、まあ、金層の内容だったり、ね、あの京都コースがどうなんだっていう話になってくるから、まあ、本当に難しいですよね。まあ、そもそも最近こ、まあ、G1 初制覇上げる馬多いんで、ここで、うん、そうですね、まあ、そのあたりでね、まあ、難解なんですけど、まあそのまあ、状態面などはね、あの中間の追い切りなどでお伝えしていきますので、よろしくお願いします。失礼します。7分。